はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はこちらのかぼちゃ、きのこかぼちゃって確かね名前言ったと思うんですけれども、ちょっと名前がね定かじゃないんだな。確かきのこかぼちゃっていう名前のかぼちゃです。このかぼちゃを入れたアレンジメントを作ります。花材はこういうヘマリソウとかペリカムとかミュサイラン、ブラックリーフ、これオクラ、皆さんが食べてるオクラの赤いバージョン、赤いオクラですね。こういう花材でアレンジメントをこの器に作っていきます。結構ねかぼちゃって重いんで、まあ、これをねどういう風にこのフォームにこう留めるかっていうのがポイントですね。だいたいこのまんま置けば大丈夫だろうって思ってたら見事に落ちます、転がります。なので、まあ、ちょっとしたことなんですけれども、そういうものをこう止めるね道具とかねポイントとか、そういうところに着目をしてください。ではね早速行ってみましょうか。どうぞ。はい、では早速始めていきましょう。まず最初に、まあ、こういうねやっぱかぼちゃ、こういう大きいものからアレンジメントは入れていくと成功に近くなるというか成功する秘訣です。まずこのかぼちゃの正面ですね、正面をよく見てどの位置がねこう綺麗かなっていうのをよく見て正面を決めます。で、まあ、あとはもう一つはねやっぱりこう安定の良さ、置いた時にバランスがいい角度っていうのがあると思うんで、その角度にかぼちゃを止めましょう。このようにど真ん中に置くのもありだとは思うんですけれども、ちょっとねこうどっちかにずらしておくと他の花材を入れやすくなります。ではまずかぼちゃを止めていきましょう。かぼちゃを止めるのはこういう竹串ですね、竹串でかぼちゃにこう穴を開けますね。簡単にこうかぼちゃに刺さります。1本ではすぐ抜けてしまうので最低でも2本、もしくは3本、このように竹串を刺しましょう。そしてフローラルフォームにこのように刺します。これで固定は OK です。 OK です。今 OK ですとか言ってましたけど全然 OK じゃありません。実はこのまんまだと、まあ、普通にねここにこう刃物とかを入れてフォームをね隠していかなければいけないんですけれども、今回はちょっと趣向を変えていきたいので一度かぼちゃは取りましょう。そしてこのブラックリーフですね、このブラックリーフを挿し木に挿します。ブラックリーフを少しこう癖をねつけてあげて、このようにこのような形にします。そしたらブラックリーフの上からかぼちゃを刺します。こういう状態ですね。そうするとこうある程度のフォームがこう隠れて、ちょっと葉っぱの上にブラックリーフが乗ったような、あ、ごめんなさい、ブラックリーフの上にかぼちゃが乗ったような感じになりますね。
そしたらここの間ですね、こういうところに隙間ができましたよね。その隙間にお花を設置していきます。